六六組のエンタメラボへようこそ。六六組のペチとケメロジとジョナヤキことサクです。というわけで日曜劇場マイファミリー第7話終了いたしました。はい、というわけで今回もね怒涛の第7話終了しましたけども、今回なんと犯人が暴動いつきということが分かりましたね。犯人ではありませんよ。名探偵ではありません。まあ確かにちょっと今犯人とは言いましたけども、まあラストでねその誘拐事件に関わってるのがまさかの一番近くにいた東堂樹だったってことが分かりましたね。はい、でしかも記念日 ID に入れちゃう系男子でしたね。いや結構ピュアピュアじゃないですか。ピュアでしたね。中学生かのような可愛い ねあれだからメールとかだったら寝室2006とか入れるタイプ。うわ出た、はい、あと2となんか2でハートみたいなのありましたね。あったあった。ああいうこともしかしたらやっちゃうタイプなのかもしれないけど、うん、まあでも二宮さんが言ってた通りね、やっぱり同情があるよって言ってたじゃないですか。そうだね。まあそこにはやっぱり東堂が一番当てはまりそうですね。そうだね。そうだね、うん、俺ちゃんの、まあ、そう件もあるしね。うん、まあ次の回でねその辺が明かされるし、まあその辺を考察していきたいんだけども、まあやっぱり犯人にも犯人なりの理由があるんだよっていうドラマでしたね。いやそうだね、すごく良かったね。でもね、いや面白かったね。面白かった。かなこが良かった。やっぱかなこめちゃくちゃ良かった。かなこ良かった。いやそれぞれのマイファミリーってことなんだね。そうだね。まあだからこそこれから出てくる犯人もやっぱりそういうマイファミリーっぽい感じで出てくるのかね。ああそうだね、まだ真犯人っていうのはねおそらくいるはずなので、うん、まあその辺の考察も含めてね、ちょっと今回もまだまだ考察は終わってないと信じていろいろ考察していきたいと思います。よろしくお願いいたします。というわけでそんなマイファミリーは毎週日曜夜9時から放送されているドラマでありまして、僕たちの動画はその翌日の月曜日に直後考察動画を上げております。そしてその直後考察動画についたコメントをまとめて再考察した直前再考察動画を放送日前々日の金曜日に上げておりますので、こちら3本セットでぜひよろしくお願いいたします。というわけで早速やっていきたいと思いますが、まあ今回ね最初も言いましたけども誘拐事件のまあ7話時点の黒幕が一応東堂樹だったってことが判明しまして、まあやっぱり一番の疑問点だったのは東堂樹はいつから誘拐事件に関わっているのか、まあ、どこからが東堂の仕業なのかみたいなとこだと思うんだけども、まあ今回でおそらく小春、友果、柚月、美咲の誘拐のうち友果以降の誘拐は東堂樹が関わっていたっていうことがかなり濃厚になってきましたね。そうね、まあ本人もそんなのも言ってましたし、まあ今回でルーターに盗聴器が仕掛けられてたってことも分かって、でそれを仕掛けたのがおそらく東堂っぽいよねって話になりましたからね。そうね、まあ結構リアルタイム放送でもどうやって仕掛けたのみたいな、いつ入ったのみたいな疑問はあったけども、まあそこに関しては、まあ、不法侵入に近い形で東堂が入ったのかね。まあそれしかないよね。まあドラマでは描かれてないというか、まあ、0話の時点でそうだよね、カチャカチャやって入ったのかな。そうだよね、まあとにかくね盗聴器があることを知って出たのにもかかわらずそれを調べるふりして隠したっていうところからも、東堂は友果誘拐の時点で結構がっつり関わってたのは間違いなくなりましたね。間違いない。そうね、結構ね、まあ、僕たちの動画をずっと見てくれてる方はその東堂が犯人の一人なんじゃないかっていうのはずっと言ってたけども、ここに関してはちょっと意外だったかな。そうだね、その友果の時点で関わってるんだっていう、あんなにいたのに近くに、そうだね、それ以降やってると思ってたからね。そうなんですよ。細かく言うとそこがかなり意外だったんですけども、なのでまあ4話ラストのね柚月誘拐時に春斗から5億円を受け取るためにね樹が会社に来たと思うんですけど、まあそこで鈴間と遭遇した時点で2人はもう全然顔見知りだったってことだね。そうだそうだ。まあ2人はもうすでに面識があってあえて知らないふりを2人でしてたっていうことだね。うんそうだね、そこも間違いなくなったよね。そうだね。で今回ね鈴間も東堂夫妻の結婚式の写真に写ってたってこともあったので、やはりここも、まあ、東堂明の妹でほぼ確定したんじゃないかなってことだね。確かに。親族っぽい距離感にいたから、ね、いやそうなんだよ。親族ってあの距離なの、距離だね。友達でもない。そう友達はもっと近い。あれは妹のポジションだ。そう私はここでいいですって一回言ってますなるほど、控えめだね。そうなので、まあ妹ってことはほぼ間違いないかな。だからね、なんか前回のとかもコメントで、さすがに義理の妹を気づかないことないんじゃないですかみたいなの結構来てたから、やっぱりそういうことでしたね。そうね。普通に2人は隠し合ってた。はいはいはい。ということは分かりましたと。で、さらに言うと、5話の柚月誘拐時にね、東堂樹だけ別行動したじゃないですか。はいはい。で、その時に実行犯が鈴間彩ってことに気づいたんじゃないかっていう考察も、そこはやっぱりちょっと違ったね。もうすでに東堂樹は全然全てを知ってて、シンプルに、みちるが鈴間彩を見に行こうとしたから静止した
っていうことだね。そうだね。そうだね。バレてしまうのを隠したと、うん。そう、だから、鈴間綾と一緒にいた可能性すらあるってことだね、東堂。確かに別行動をしたところ描かれてないから。そうだよね。一緒にいて、みちるが来そうだってなって、あえて降りて、みちるを制止した。そうだね、うん。っていう感じなの。そうだね。てかまあ、東堂、みちるの尾行にずっと気づいてたかもね。ああ、そうだね。めちゃくちゃ早いじゃん。行動が早いんだ。だからもうね、受け渡し場所のところにいたのも分かってて、うんうんうん、ずっとつけてた可能性あるね。うん、そうだね。まあ、この辺の細かいことは、今回で分かったかなっていう感じですね。うん、ただ、ちょっと疑問なのが、まあ、友か友香にがっつり関わってたってなるとですね、なんで友か解放後に暴露本を書いたのか。あそこはちょっと疑問が残るんだけども、まあ、ここを考察するならば匿名だからバレないと思ったのかな。あーなるほどね。まあやっぱりこの後も話すんだけども、うん、小春誘拐犯いわゆる真犯人に脅されてやってるっていう状況はほぼ間違いないと思うから、うん、まあ脅されつつも真犯人確保のために匿名で動いてたみたいなことなのかな。まあそうだろうね。だって世間的には別に東堂が書いたとは公になってないはずだから、ね、そう一応なってない、ね、なってないからね、うん、でもちょっと考えれば真犯人もあれこれ東堂じゃねって分かる気もするんだね。あまあそうだね。なんかねここがちょっと疑問には残るかな。結構リスク高くて万が一バレちゃったら小春ちゃんとかがそうだよね危ない目に遭いそうな気はするからね。そうだね。まあこの辺の考察もぜひあったら教えてください。で続いてはですねまあここまでもちょっと喋ったんだけどもなぜ東堂樹が誘拐をしてるのかまあその動機は何なのかっていうとこですけどもまあ正直ここもずっと考察してはいるけどもやはり小春誘拐の真犯人が裏にはいてその人物に東堂樹含め鈴間とかが脅されて友果以降の誘拐事件を起こしてる、うん、っていうのはやっぱりここは変わらなそうですね。そうね、うん、脅されてる以外にはちょっと考えられない気はするよね。なんかね鈴間もさ今回さ相手を軽く見てはいけません本当に美咲ちゃんは殺されますみたいなことを言ってたから、はいはい、その前にね仲間が見てますとかは言ってたけども、うん、やっぱりここの相手を軽く見ちゃいけないっていうのが本心だと思うんだよね。だから自分もある意味怯えてるんですよというかしょうがなくやってるんですよに近い発言には聞こえるから、うん、まあやっぱり脅されてるんだろうな。そうだと思う。やっぱこのセリフから読み取れるのは、うん、まあ過去に本当に真犯人が人を殺してるってか人を殺そうとしたことがある、うんうんうん、殺したことがあるでいいのかな。 そうだね、それこそお姉さんだったり秋殺してるかもねとかね、うん、それだったらもうトラウマというかね、そうだね深く心には残ってるから、うん、甘く見ないでっていうのは分かるな、うん、そうだね。で続いてはまあ犯人がねハルトに執着してる理由っていうのもねちょこちょこ考察はしてたんだけどもまあここについても割と今回で東堂がハルトを指名してたっていうのがかなり濃厚にはなりましたね、うんはい、そうね、うん、なので前回も考察したけどもある意味東堂なりの SOS に近い可能性もあるね。まあそうだね、うん、なんか8話を見てもね結局2人で協力して、うん、なんか美咲を助け出したり真犯人を見つけようとしてる感じがするからね、うん、うん、まあこれが東堂の狙いというかまあ助けてよっていうことだったんだろうね。そうだね。だからそれこそ冒頭でちょっとバカにしたけど、うん、1212もちょっとしたヒントだった可能性もあるのかなっていうことですね。そう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 、そうなんですよ、うん、巻いてたんだね。じゃあ自分の写真も1212をハルトの角度に確かに確かに。でも直接ハルトに助けてって言えないっていうことは、うんうんうん、なんかもう常に登場されてるとかそういう状況にあるのかもしれないよね。そうだね、まあ気づいてよっていうことだったのかもしれないね。うん、うん、だしあと友果優月美咲の誘拐っていう時点でまあ鳴沢家三輪家阿久津この全てに関係してる人物ってやっぱり東堂樹しかいないんだよね。そうだね。うん、まあこの後も話すんだけども今回で2006年から亜希と結婚してたってことが分かったから、うん、まあ小春の実の父の可能性がかなり高くなったからね。はい、うん、まあその時点で小春と仲良かった美咲のことも東堂樹は知ってるはずだから、うん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 、まあ阿久津との関係もあるからね、うん、まあこの3家族とね関係してるのはやっぱり東堂樹だったんだなっていう感じですね。そうね、うん、でまあ今言ったけども東堂夫婦は2006年12月12日に結婚してることも分かりました、うん、なのでちゃん呼びの謎っていうのは謎のままですね、うんまあ、もうそういう家庭だって思うしかないってことのこの、ね、うん、結構ねこれがあるから連れ子説とか、はい、いろいろ考察はしたんだけども、まあ、小春は美咲と同い年っていうことが分かってるので、うんまあ、現在15歳の設定なんだよね、うんうん、なので小春が生まれたのは2008年っていうのが確定したのかな、まあ、その頃だね大体。そうだよね、うん、だから2006年に結婚してるから、うんうんうん、やっぱ結婚してその後に普通に子供ができた、うん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 、っていう可能性がかなり高くはなったかな。まあ、そうだね、うんうん、それ以外のところから
持ってくるとかもう無理っぽいよね。いやそうだね、2006年って夫婦関係があったらね。子供ができない体で養子、ああまあでもそれ養子、はいはいはい、うん、そうだね、実の子供か養子を入れたか、うん、かもう本当に秋の不倫とかにはなっちゃうね。あら、また違くなってきた、ね、が、そう。でも、いつきが自分の子として育てた、はあ、とか、いや、そうそうそう、ね、そうなると、なんかまた新たな登場人物、不倫相手みたいなのが出てくる可能性があるんだけど、まあまあね、まあ、そいつが真犯人って可能性はもうなさそうだからね。まあ、そうだね、うんうん、まあ、ほぼ間違いなく実の娘で、下手したら養子とかでちょっとややこしい可能性もあるかな、うんうんうん、確かにね、まあ、そうだな、はい、で、まあ、あとは細かい考察にはなるんだけども、東堂亜希の現在についてもちょっと考察していきたくて、うん、まあ、要は誘拐の役割分担がどうなってるのかなっていうとこなんだけども、はいはい、まあ、やっぱ秋については樹やね鈴間と同様に実行犯の一人なのか、それとも小春と一緒に捕まってるのかのどっちかではあると思うよね、うんうん、で今回で捕まってる可能性も出てきた気はするんだよね、うんうんうん、っていうのもなんか樹と鈴間で誘拐事件についてはどうにかなってそうだったんだよね。まあそうだね、うんうん、まあ、ここはすごい微妙なんだけども、あの誘拐犯を名乗る電話に関しては履歴を見る感じ鈴間がやってたっぽいし、はい、で運転手はもう鈴間でほぼ確定してる、うん、でゲームのやり取りについてもまあ鈴間の可能性が一番高いのかなと思ってて、うん、まあ、ただあれについては1212だから、うん、そうだね、なんだろう、樹の思惑が入ってそうだからね、樹、うん、にやってほしいんだけども、うん、今度は樹に関しては春人とすごい近くにずっといたからね。そうだね、助手席にいる段階で来たりしてたから、はい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 、樹が撃つのはちょっと無理そうだから、そうだね、まあ、そう考えるとこのゲームのやり取りだけはちょっと秋の可能性もちょっとは出てくるのかな。そうだね、ちょっと綾がやりすぎなぐらいじゃないですか。そうそうそう、よくできたよ、ね、こんなに、うん、秋何をしてるのかっていうのがあるとやっぱ捕まってるのか、そうそうそう、うん、まあやってるのかもしれないけども、うん、まあ、さっきも言ったけど、まあ、亡くなってるっていうので妹がやるしかなかったとか。そうだね、うん、まあ、あと一番希望に思うのが美咲が今回逃げ出そうとしたじゃないですか、うんうん、でその時に監視カメラがあるのにもかかわらず誰も来ない様子だったじゃないですか。そうだね、うん、あれがもし秋がその実行犯の一人ならば、うん、秋っていうのはもうそれしかやることがないはずなんだよね。そう、すぐ行けよっていう話は。そうそうそう、うん、だから監視カメラで監視してるならば、うん、何やってんだってすぐ行くはずだからね、うん、やっぱ実はあの辺はリモートで全部樹とか綾がやってたんだとすると、秋はやっぱり小春と一緒に人質側にいる可能性、まあそうだね、うん、それこそ亡くなってる可能性っていうのにもなる気はするんだよね。まあそうだね、うん、まあこの辺はねちょっと予想でしかないんだけども、こういう考察はできるかなっていう感じですね。そうね、はい、で最後はですね、まあ真犯人の話をねやっていきたいとは思いますが、まあ詳しくは直前考察でやりたいんだけども、まあ今回でね小春を誘拐した犯人が真犯人として、友果誘拐以降の誘拐を裏で動かしてるのは間違いなくなったから、うんうん、真犯人の存在っていうのは絶対いるはずなんで、うんうん、そうね、うん、まあこれが誰なのかっていうのが今できる最大の考察ポイントではありそうですね、うんうん、どうでしょうか。やっぱ依然として可能性で言ったら新キャストが濃厚ではあるのかな、まあ、いやまあそうだね、うん、みんなちゃんと動いてるからね。いやそうなんですよ、うん、でまあ一応リアルタイム放送では結構吉野が怪しまれてたんですよ。多かったね一課長。そう、吉野どうでしょうかね。まあ今回ねやっと家族の話が出てきて ね、ちょっとそこが匂うなっていうところなんだろうね、で、まあ、大学卒業間近の娘がいるっていうのが発覚したけども、うん、まあ、逆に言うと発覚しただけなんだよな。まあそうだねまあでもその家族の話いるっていうのがそういうのあるよ ね、まあ、あとあのセリフがなんともさ、その全て片付いたらなんかね夫婦でひっそりみたいなこと言ってたけども、まあそんな未来は、まあ、残念ながら訪れませんよっていう ね、まあ、その振りにも思える、ね、じゃあ思えるよな、まあ、ドラマ的なその演出部分で言ったらそうも見えるし、うん、まああと吉野らが悪付けに来た際にね美咲がすごく動揺してたとかもあるから、はい、まあなんか小春ちゃんフォルダになんか吉野一課長がなぜか映ってるとか、うん、まあ、そういうのがあるんじゃないかみたいな考察もあるんだけどもね、うん、まあ、ちょっと動機とかは全然見えてこないよね。だってほぼ出てないからね、うん、ね、だし吉野はやっぱ友果誘拐事件を必死に解決しようとしてた風には見えるんだよね。まあそうだね、まああれが自分と関係ない状態で解決できそうだから逮捕しようとしたとかなのかな。あーそっか、まあそっか、あの辺の理由が分かんないね。そうだねっていう感じですね確かに誘拐の目的が見えなすぎるよな。正直これはもう考察では無理だな。ここはだって出てないもん、うん、そうなんだよね
なのでまあ後出しでねいろんな情報があって吉野でしたっていうのはもしかしたらあるかもしれない、うんうん、そうだね。まあその辺はちょっと直前考察で徹底的に皆様の意見が多分たくさん届くかなとは思いますので、はいはい、まあ、ちょっと検証していきたいなとは思いますね、うん、はい、ぜひコメントの方よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、まあ正直考察面に関してはちょっと一段落した感じはするんだけども、はい、まだ人間ドラマ的にも全然面白みはどんどん増えていくし、うん、真犯人の存在っていうのもまだまだ気になりますんでね、うん、ぜひ考察脳もいろんな脳も働かせて頑張っていきましょう。いろんな考察脳もいろんな脳もそうそうそう、あ、なるほど、もう感動もしたいしね。いや、そうだね、あ、そ、まあエンタメとして ね、 そうですね、楽しんでいきましょう。エンターテイメントだからこれはね、うん、ドラマはね、はい、というわけで僕たちは他にもいろいろ活動しますと、ということでたくさんの考察しております。ぜひとも見ていただければと思います。というわけで以上ロックロックでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画少しでも楽しいなと思ってくれた方はぜひとも登録ボタンお願いいたします。というわけで最後にサク、はい、いつきが犯人と分かった場面でも三輪のデリカシーのなさが出ました。なんて言った、お前金ねえからな、やるよな言い方はそうっぽいな。